ドラゴンクエストシリーズドラゴンクエストクシーすぎさりし時を求めてドラゴンクエストクシーすぎさりし時を求めては2017年7月29日にスクウェア・エニックスより発売されたコンピューター RPG ドラゴンクエストシリーズのナンバリングタイトル第11作目対応機種プラットフォームはプレイステーション4ニンテンドー 3DS スティーム二千十九年九月十七日には キャラクターボイスや追加エピソード等の新要素が追加されたドラゴンクエストクシースミサリシトキを求めて S がニンテンドース o s w を対応機種として発売された。2020年12月4日には PS4、PS Xbox One、Windows 10、ピックゲームズストア版が発売。2015年7月28日のドラゴンクエスト新作発表会にて正式発表された。 ドラゴンクエストシリーズのナンバリングタイトル第11作目。これまでのナンバリングタイトルは、基本的に任天堂またはソニーインタラクティブエンタテインメント用のシングルプラットフォームだったが、シリーズ初の任天堂、シェンの両ハードでのマルチプラットフォームでの発売となる。2013年の企画開始当初は PS4 単独であったが、再三面で不安視され、 3DS 版も追加された。前作、X までは、委託先、または、自社開発のゲームエンジンを採用していたが、本作の PS4 版では、外部メーカーである、エピックゲームズのアンリアルエンジン4を採用した。上4を採用したとはいえ PS4 版の開発の、手間が、大幅に軽減できたわけではなく、PS4 版の開発開始が先行したのは、 上4の技術検証のためであり、実際の開発は手間が比較的かからない 3DS 版の制作を先行させ、それに追随して PS4 版の制作を本格化させる形となった。X はネットワーク接続が必要な MMORPG だったが、本作は I から9までと同様のスタンドアローンの RPG となる。先頭も X が リアルタイムでの非ターン制だったのに対し、本作は9以前同様、非リアルタイムのターン制に戻した。シリーズ開発の中心人物である、堀ージによると、過ぎ去りし時を求めてというサブタイトルは、シリーズ30周年の思いを込め、時間を絡めた物語なのでこうなったとのこと。原点回帰を掲げ、愛のタイトルロゴを反転させた絵を、ロゴのバックの絵にした。 作曲はシリーズおなじみの杉山孝一が担当。助曲は、イントロが、愛から、3で使用された曲のアレンジとなっている。本作のために37曲以上を作曲し、過去作からの既存曲も数多く採用されている。パッケージ版は、PS4 版、3DS 版、その両方が入った、ドラゴンクエストクシーダブルパック勇者の剣ボックス、PS4 本体同梱版。 ニュー・ニンテンドー 2DSLL 本体同梱版が発売され、ダウンロード版は、プレイステーションストア、ニンテンドーイ t e n d o にてそれぞれ発売された。日本国外では PS4 の日本語版が台湾で日本と同時発売となった。二千十七年十一月十一日には、台湾と香港で PS4 版の反対アザ版、勇者東浜へ悪竜くしひろもとい正居的と機密が、 発売された。北米、欧州版、ドラゴンクエストクシー、エコーズ・オブ・アン・エルシブ・エイジに関しては、日本語版の PS4、3DS 版発売開始に合わせた2017年7月28日に、リリースが発表され、2018年9月4日に発売された。プラットフォームは、PS4 とスティーム、5カ国語に翻訳され、8と同様、 日本語版に先立って英語ボイス付属となった。また2018年11月6日にはドラゴンクエストモンスターズの新作として本作の登場人物神及びマヤが登場するスピンオフ作品の開発が発表された。2019年9月27日には 11S が世界同時発売された。日本ではゲーム本編とは別のボイスドラマや 英語版ボイス等の特典がダウンロードコンテンツで付属するゴージャス版、さらに電子メモパッドやボイスドラマ台本を加えた夢のゴージャス版、特別デザインのスイッチ本体とゴージャス版が同梱されたロトエディションも発売された。海外版は日本語、英語のボイスが標準で切り替え可能。また、ゴージャス版の DLC よび新たなる旅立ちの書に付属する見た目装備は、 ザ・チャンピオン、エスパックという無料 DLC で入手可能。2015年7月の PS4、3DS 版の発表会において、スイッチ版についても開発の意向が表明された。その後は、スクウェア・エニックスによる公式発表は途絶えていたが、2017年7月の PS4、3DS 版の発売の前後に、ホリーユージやエグゼクティブプロデューサーの三宅優が、 時期は未定としつつもスイッチ版の開発が行われていることを明かした。2017年10月には PS4 版と同じく上4で開発されていることが明かされた。PS4 版プロデューサーの岡本北斗は2018年8月のパックスイーストにおいて西側諸国においてはスイッチ版を必ず発売すると明言し、また当初は PS4 版との同時発売が考えられていたこと、それができなかったのは、上4のスイッチ向け対応が間に合わなかったためである、ことを明かしている。なお、PS4 版は、上4バージョン4.13で作成されており、スイッチ版は2017年10月リリースの4.18を使用している。2018年9月23日、東京ゲームショースクエア NX ブースの、 ステージ上において、スウィッチ版の発売が正式に発表された。販売は、日本国内向けは、スクウェア・エニックスが引き続いて直接手掛けるが、日本以外については、ナイン同様に任天堂が担当する。2019年8月21日には、たっぷり遊べる体験版が配信開始された。セーブデータは、製品版に引き継げる上、 体験版を最後までプレイすると、クリア特典として、スキルの種が3個入手できる。3D モードのみだが、本編のホムスビ産地までの体験プレイが可能。本作では、最終的な仲間の総数が、戦闘参加人数を超えるが、従来にあった、待機用の馬車はなく、5人以上になっても、基本的に全員が行動を共にする。3DS 版では、移動中の画面には、 主人公と戦闘参加メンバー4人が表示される。イベント中などに別行動になったり、戦闘参加メンバー以外が表示される場合もあるが、完全に離脱していない限りは、道具、装備や呪文などのコマンド操作は可能。フィールドやダンジョン内で、女神像がある場所では、キャンプをすることができる。キャンプでは、休速による回復やセーブに加え、 仲間との会話や行商人からの買い物も行える。さらにキャンプでのみ行える行動として、複数種類の素材をもとに装備品を誕生する不思議なタンヤが用意されている。内容的には X とほぼ同様だが、一人プレイのオフライン作であることから、作成難度は大幅に低くなっている。打ち直しの報酬を使用することで、装備品ほぼ全般を強化することも可能となっている。 道具、袋パーティ全体が所有するアイテム全般を一括管理する袋は消費、素材アイテム用の道具袋と装備品用の装備袋との2種類に分けられている。個々のキャラクターは装備中の品を含め1人当たり最大24個までアイテムを所持できる。装備品は個別所持していないものでも戦闘中に装備袋から自由に装備交換が可能。対して、 道具袋に収まるものは従来通りあらかじめ個別所持していないと戦闘中は使用不可能となっている。取得したアイテムは入手すると大抵はいずれかの袋に入るが一部の回復系のアイテムは戦闘のキャラが持つ。重要アイテムは大事なものとして別枠で管理され個別所持はできない。使用時は大事なもの欄から行う形となるが利便性は 考慮されており、使用頻度が高いものが優先位置となる、要一括相当できる。道具、袋の整理は一覧からのボタン操作のみで可能となった。また、袋からアイテムを取り出す際は、複数個単位でまとめて行えるようになった。これは、店での売買においても同様となる。ソフトや関連書籍等の特典として、アイテムを入手できるコードが付属している。 一回しか使用できなかった 3DS 版7、8とは異なり一度入力すればそのソフトを使用する限りは一つの冒険の書につき一回ずつアイテムを入手できる仕様になった装備品右手左手頭体アクセサリーとほぼ8以前の区分に戻ったアクセサリーは二つまで装備可能グローブやブーツなどもアクセサリーに含まれる アクセサリーには付ける部位ごとに種類があるが、装備上の制限はない。片手用の武器は利き手に装備し、もう一方には盾や二本目の武器を装備する。両手持ち用の武器は、盾などを同時に装備することはできない。X 同様、一部の武器では武器を使って、攻撃を無効化することがある。また、その発動確率を上げる特技や、スキルもある。店での購入や拾う以外に、 不思議な単野で単造することもできる。単造した装備品は、精度に応じて装備名の末尾に、プラス1、プラス3のように付き、数値が高いほど強力な性能となる。また、店で購入したものや拾ったもの、プラス3に満たない装備も打ち直すことでより強い装備に仕上げることも可能。武器は以下の種類がある。カッコ内は装備できるキャラクターだが、 特定のキャラのみの専用装備もある。全表現が、3D 化された A と以降の作品同様、手に装備した武器や盾はグラフィックに反映される。さらに一部の衣装においても特定の装備や組み合わせにより見た目が変わるものがあり、それらはゲーム上でオシャレ装備と称されている。3DS 版では、画画面で詳細なステータスを確認することができる。PS4 版では、 従来作や 3DS 版のようにターン最初に仲間全員のコマンドをまとめて入力するのではなく、各キャラクターの順番が回ってきた個々のタイミングでコマンドを入力する方式が取られている。このため、同じキャラクターに連続して順番が回ってくるケースがあり、ターンの区切りが判別しにくくなっているが、あくまで各行動はターンごとに行われていることには変わらない。 ターンごとに発生する効果についてはターンが回ってきたタイミングで効果が出る。さらに、モード切り替えによるフリー移動バトルも採用。コマンド入力の際、キャラクターの位置とカメラを範囲内で自由に移動させることが可能となっている。もっとも移動によるバトルの有利振りは特にない。3DS 版は従前同様のターンの最初にコマンド入力する方式。 ターンごとに発生する効果もターンの最後に効果が現れる。3DS 版の 2D モードは、セブン以前の旧作同様に、敵モンスターのみが画面に表示される形式で、アクションのアニメーション演出はない。連続ダメージが一発ずつ発生したり、連携機に独自のセリフがあったりといった特徴もある。3D モードでは下記にある取り囲み状態での戦闘以外、3DS 版、 7と同様に相対するパーティーも画面手前側に表示される形式となる。なお、コマンド入力中は敵のみの表示となる。パラメータは PS4 版は画面右下、3DS 版は下画面に表示されており、状態異常や強化の状況なども確認できるようになっている。レベルアップによってスキルポイントをため、正六角形のハニカム状に配置された。 スキルパネルを選択して、スキルを入手する。これにより、習得するスキルを選べるようになったほか、個々が独立したスキルとなった。ただし、習得できるのは、習得済みのパネルと隣接したもののみである上、マークで隠された、秘密パネルは隣接するスキルを4つ習得しないと、解放されないため、完全な自由度があるわけではない。なお、スキルには、呪文や、と、 釘だけではなく、キャラクターの核能力値を上昇させるものや呪文、特技の精度を向上させるものも用意されている。ストーリーの進行により、スキルが失われたり、新たなスキルパネルが解放されたりすることがある。また、ストーリーを進めると、ゴールドを支払って、スキルの系統ごとに習得したスキルを未習得状態に戻し、そのスキルポイントを取り戻す、スキルリセットが可能になる。 キャラクターのレベルを最大にしても、スキルポイントの総量は、すべてのスキルパネルを開放する分には至らない。希少な消費アイテム、スキルの種を、複数使用して、スキルポイントを補充することで全開放が可能となる。各キャラクターの能力各キャラクターにはあらかじめ勇者、盗賊、魔法使いなどの固有の職業及び、キャラクター性能が設定されており、転職システムがある、ス。 セブンナイ9等のような大幅なキャラクターカスタマイズはできない。この点では4、V、A と等に近い仲間キャラクター、スキルパネルの項目も参照。各地で紫色の吹き出しの人から受注できるサブイベント。どこかの本棚にある本を読んでくる特定の連携技を使ってモンスターを倒す、転送モンスターを倒す、などといった要件を依頼される。 達成すると、アイテムがもらえたり、キャラクターの能力が強化されるものもある。ストーリーと直接の関連はないが、登場人物や物語への理解が深められる、クエストも存在する。従来シリーズから一部のプレイヤーが実行していた、一人で魔王撃破など自ら制限を課してクリアするプレイが、今作から正式にシステムに導入された。設定できるし、 バリプレイは全部で4種類となっている。物語開始時に設定でき、魔王を売るのが撃破まで維持することで達成となる。達成すると縛り、項目に星マークが表示される。達成状況は全、セーブデータに共有される。例えば、縛り達成後に縛りを達成できていない、セーブデータをロードして再セーブすると、星マークが表示されるようになる。なお、縛りを達成しても、 気象アイテムの入手など冒険に影響のある特典は一切なく純粋に制限された状態でのプレイを楽しむためだけの要素となっている。縛りプレイは境界でいつでも解除でき、一度解除すると二度と再設定できない。縛りを複数設定している場合、各々を個別に解除できず一括でしか解除できない。ゆえに、 全縛り達成後にクエストをコンプリートするために防具制限のみを解除することなどはできない。以下は 11S のみのもの。なお、戦闘から逃げられないは削除された。本作の舞台はロトゼタシアという世界で命の退除によって生み出された。ストーリーの進行による変化により、異変前、異変後、時間訴求後の3つの世界がある。 地域間の通行の可否が多少異なる場所があるものの、大きな陸地の変動等はなく、基本的には、同じ世界を繰り返し冒険することになる。声は先行して、後発の派生ゲーム、いただき、ストリートドラゴンクエストファイナルファンタジー 30th a n n i v e r s a 及び、ドラゴンクエストライバルズで割り当てられており、本作では、11S で使用されている。六軍変後に、 ウルノーガが各地に派遣する6つの軍団の指揮官。それぞれがオーブを守護し、その力を利用した固有の特技を持つ。希望の旅芸人ケタカキセン姫、マルティナカミュと、不思議な相棒ロ朗と幸せの王国、グレーグとホメロス2017年9月29日、東京都内のユナイテッドシネマ豊洲にて、ゲームクリア済みプレイヤーを主体上とした公式イベント、 カウントダウンカーニバル番外編ネタバレするとは何事だ。ネタバレート賞が開催された。イベント終盤、本作に対する疑問回答コーナーにて、主人公が過去に戻った後世界はどうなったのですかという質問が第一に紹介され、これについて、ホリーユージはパラレルワールド化するのではなく、歴史は収束されて一つにまとまっていくと回答。一方で、 各プレイヤーの色々な解釈を全否定するつもりはないとディレクターの内川武が補足し、堀井も自分なりに色々思ってくれればと示した。なお、先行した小ネタ紹介コーナーでは、マエンディングの1シーンに登場した1体の本についても触れられたが、内川ディレクターは具体的に何を意味するかは明かさないとした。2種類のモード序盤は 3D、2D が、 上下に画面で連動し、その後は 3D か 2D のどちらかを選択して進行する。両モードは境界で切り替えが常時可能。上画面にはメインのゲーム画面が表示され、下画面にマップが表示される。オープニング映像などの特定シーンでは PS4 版と共通のプリレンダムウビーが流れる。漢字表示の違いは 3D モードではルビ付きか。 ルビナしを選択できるが、2D モードはルビナし固定となっている。時渡りの迷宮ストーリーを進めると、時の化身、四地族の村に行けるようになり、地渡りの迷宮に挑戦できる。地渡りの迷宮は、フィールドで捕まえたり、すれ違い通信や、いつの間に通信で集めた四地族を派遣する。一部の敵はバリアを張っていて、通常の攻撃を受け付けないが、 バリアの色と同じ四地族は攻撃でバリアを消すことが可能なほか、呪文はバリアを無視して敵にダメージを与えることができる。迷宮の宝箱には、素材や四地族の装備のほか、冒険の書の合言葉が入っていることがある。冒険の書の世界四地村にある祭壇の間には、異なる世界に生きた伝説の功績が冒険の書として刻まれているが、何者かによって怪我されていた。 冒険の書の合言葉を入手すると過去シリーズの世界へ行くことができるようになり、そこで起きた事件を解決することになる。クエストクリアのためには他の世界に行く必要があったりするものもある。1フロアしか移動できないものと、ロンダルキアへの洞窟など、ダンジョン丸々再現したものがある。第1作から6までの世界は 2D に、7から X までの世界は 3D に固定。 音楽も、その作品の BGM が使用されている。これらは、本編でも使用されている、他の過去の作品の音楽と同様にオーケストラ版のアレンジを元にしたものであるが、愛と法の世界では、ファミコン版の BGM が使用されている。事件をすべて解決すると、過ぎ去りし時の祭壇が現れ、冒険の書を汚した、超本人である、追憶の番人たちや時の破壊者と戦うことになる。 ホリーは前作 X の運営段階に入ってからは監修に止まっていたが、9時では現場に戻っており、シナリオは細部まで関わった。X から斉藤洋介がプロデューサーを続投。また、2機種同時開発であることや、斉藤が同時期にニーヤオートマとのプロデュースも手掛けていた事情があったこと、さらに若手育成の観点から、斉藤の下に PS4 版と 3DS 版の プロデューサーとして、岡本北斗及び、横田賢人がつくこととなった。斎藤はどうしても自分が関わる必要がある場面と、プロモーションを除いて、基本的に、岡本と横田を見守るスタンスであったという。その後、11S では岡本が単独でプロデューサーを、務め、横田は、モンスターズシリーズのプロデューサーに転じている。ディレクターは、ナイン、X、 ドラゴンクエストモンスターズシリーズに関わった内川武氏が一括して担当した。内川が全体を見なければならない事情から全てを見ることはできず、岡本と横田が自担当のプラットフォームのディレクション業務もこなす状況であったという。このため実態としては、岡本、横田、内川の3人4つ足のトップ体制で開発は進められた。技術部門の統括である。 テクニカルディレクターは、前作、X の Wii U 版、オフラインモード、冒険者の、お出かけ、便利ツールを手掛けた、神山漫画担当した。X と同様に、スクウェアイニックス社内の開発で、PS4 版はオルカが、3DS 版は、トイロジックが開発に協力した。方針を決めるリード層を社内スタッフが担い、両社は、現場担当を務めた。11S では、 PS4 版チーフプランナーだった、ヤギマサトが開発ディレクターとなり、新チーフプランナーの二人もバトルプランナーや、プロジェクトマネージャーからの昇格、2D モードの開発協力がアルテピアッツァになるなど、開発体制にも変化が見られた。パッケージ版の販売本数は発売後の2日間で、両機種合計200万本を突破。内訳は、PS4 版が約95万本。 3DS 版が約113万本。10日ほど経った2017年8月7日にはダウンロード販売とパッケージ出荷を合わせて両期種合計300万本を突破したと発表。2018年11月には日本版も含めた全世界での売上本数は400万本を超えたことが発表された。2020年9月には全世界においての出荷。 DL 販売本数が、スイッチ版を含めて600万本を突破したことが発表された。ゲーム本編では描かれなかった書き下ろしのシナリオで、夢のゴージャス版およびゴージャス版にダウンロードコードが同封された。また、冒頭の一部音声を YouTube スクウェアエニックスチャンネルで配信している。ありがとうございます。